ラウタロ・ハビエル・マルティネスは、アルゼンチン・バイアブランカ出身のサッカー選手。アルゼンチン代表。セリエインテル・ミラの所属。ポジションはフォワード。ラシンクラブでキャリアをスタートし、2015年11月1日、クルセロ・デル・ノルテ戦でプロデビューを果たした。インテル・ナツヨナーレ・ミラの2018年7月4日。 インテルミラノと2023年6月30日までの契約を締結したことが発表された。2018年9月29日のカリアリ戦でセリエ A 初ゴールを決めた。インテル移籍1年目はマウロ・イカルディの存在もありコンスタントに試合に出れなかったが、2年目の19から20シーズンは、イカルディの移籍とコンテ監督の就任によって開幕からレギュラーに抜擢され、 ロメルルカクトの2トップの相性も良く、ゴールを量産。2019年10月2日、チャンピオンズリーグのグループステージ、FC、バルセロナ戦で、チャンピオンズリーグ初ゴールを決めるなど、チャンピオンズリーグでは4試合連続ゴールを決めた。2020から2021シーズンでは、セリエ A 第15節の FC クロトーネ戦で、移籍後初となる、ハットトリックを達成。 リーグ戦では38試合で17ゴールを決め、チームのリーグ制覇に貢献。またシーズン中には、アトレチコ・マドリードへの移籍の可能性が報じられた。U-20 アルゼンチン代表に選出され、2017年の南米ユース選手権では5得点を挙げて、大会得点王に輝いた。2018年3月27日に行われた。 スペインとの親善試合で A 代表デビューを果たした。10月のイラクとの親善試合で A 代表初ゴールを決めた。2019年のコパアメリカでもグループリーグのカタール戦、ベネズエラ戦でゴールを決めている。2021年、コパアメリカ準決勝のコロンビア戦でゴールを決めて、決勝進出に貢献、決勝ではブラジルに勝利して優勝した。ありがとうございます。